日本関東地方東京都町田市、玉川学園玉川学園は東京都町田市の町名。現行行政地名は玉川学園1丁目から8丁目。郵便番号は194-0041。町内には学校法人玉川学園がある。町田市の中東部に位置する。東は神奈川県川崎市朝尾区岡上と東玉川学園。南は南大 西は本町だ。北は、金井が、丘と神奈川県横浜市青葉区奈良城と接している。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、玉川学園2の10の4の地点で22万2000円、平方メートルとなっている。元山の地帯を玉川学園が買収して、学園運営と同時に、宅地分譲をしたため、その名を地名とした。 教育と文化の共同体づくりという夢に共感し、移住した人たちには学者、文化人が多く、現在も大学教員、漫画家、画家、音楽家等が住民には多い。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 玉川学園コミュニティバソーダ宮殿鉄町田市が発表したマスタープランでは以下の地区に言及している。平日に往復の見町霊山系統この地域は昭和初期に玉川学園の開校と共に開発された文京地区である。この地区は山を切り開き開発したため、急な坂や京愛路が多く道路整備は進まず、バス等の公共交通は未発達。 神奈川中央交通が町田バスセンター業のバス路線を運行中だが、平日に往復のみである。現在、玉川学園、金井が丘の裏道を通る玉川学園コミュニティバスを運行し、地区内の交通利便性を高める等の施策を実行中。ただし、この路線は金井側の表通りは通らない。校舎本町田住宅、都営南大屋アパートを中心とした。 この地区は集合住宅を主体とした住宅地域である。TBS のテレビドラマ、金曜日の妻たちへ通男たちよ、元気かいのロケもここで行われた。オン、田川沿いの環境整備や中央を通る道路の改良等の整備が進められている。富士の大団地は1970年代に山崎団地と共に造成された急行団のマンモス団地である。 自然豊かな地区となっており、春の桜、秋のイチョウ並木は見物である。ただし、生活面での富士の大団地は、完全に町田駅方面や隣の山崎団地へ依存しており、玉川学園地区への有効な公共交通手段もないことから、玉川学園駅や付近の商店街等を利用することは、ほぼない。特に、町田駅方面のバスは5から10分ごと、 山崎団地方面へは20分ごとに運行されているため、玉川学園よりも利便性が良く、学園側に行く必要もないというのが現状である。また、玉川学園コミュニティバスは、付近を通るものの、町田へ向かうバス通りである、鶴川街道や富士の大団地は通らず、住民に知られていない。町田市都市計画マスタープランでは、下記の内容を含むものが計画中になっている。 地区内の道路は共愛路が多く、また福音はあるが急曲線、急勾配がある東交通の面では、整備が遅れているが解消するため、以下の路線の整備が検討中。その他は未着工もしくは計画のみの状態である。また、この他多くの路線において、拡幅工事の計画があり、鎌倉街道等、事業中の路線も存在する。玉川学園、小田急マルシェ、 玉川学園前と玉川学園前駅南口。ありがとうございます。